こんにちは、千秋チャンネルの千秋でーす。今日はですね、東京メロンパンというお店ご存知でしょうか。東京にね、何店舗かあるお店なんですけども、今日はそこのメロンパンを全種類買ってきたので食べていきたいと思います。東京メロンパン、プレーン、シナモンメロンパン、ショコラメロンパン、キャラメルメロンパン、いちごメロンパンでね、他にもパイとかクロワッサンとかもあったりして、もしかしたらね、季節によって違う味のメロンパンもあるかもしれないんですけど、今回行った店舗にはこの5種類置いてありました。でね、今サイトの方見てでもパンのご紹介のところがこの5種類だったので、今日はこちらを食べていきたいと思います。はい、ということで食べていくんですけども、どうせだったら普通に食べるより半分普通に食べて半分ラスクにするとかどうですか。いいですよね。いい考えですよね。切ったらすごいボロボロになっちゃった。許して、ごめんなさい、許して。まあ、とりあえず全部半分にしたのでいただきます。東京メロンパンプレーンから。これだけでなんかちょっとサイズが大きい気がした。いただきます。うん、うん、うちさ、動画で何回もやってるけどメロンパン大好きなんですよ。うん、甘すぎなくて美味しい。コンビニのメロンパン食べるけどさ、コンビニのメロンパンも美味しいけど、やっぱ違うわ。生地もね、めっちゃいい感じにサクサクで、中しっとりって感じ。美味しいわ。何が美味しいかってさ、この周りのカリカリしたとこが好き。うん、うん、ふん。じゃあ次、いちごメロンパン。めっちゃピンク。いただきます。うん。こっちは結構しっとりだ。しっとりしたメロンパン。生地が結構ボロつきやすいから、皆さんは袋のまま食べた方がいいかもしれない。いちごミルクって感じの味。いちごミルクとかいちごオレってあるじゃないですか、飲み物で。その味がする。うん、幸せ、こんなに大好きなメロンパンを食べれるなんて。すごいボロボロしてる、もったいない。めっちゃキロカロリー、これで。じゃあ次、シナモンですね。シナモンメロンパン、いただきます。うん、うん、おいしい。大人の味です。うち前はシナモン食べれなかったんだけどさ、ディズニーのシナモンチュロスあるじゃないですか、あれ好きになってから食べれるようになった。うん、ふん。なんかシナモンって食べれない人多いイメージだけど、これは癖が強くないっていうか、食べやすいシナモン。うん、シナモンのチュロスの話してたらシナモンチュロス食べたくなってきた。じゃあ次、キャラメルメロンパン。いただきます。うん、うん。キャラメルだ。最初キャラメルどこって、キャラメルどこかなって思ったけど、ちゃんとキャラメル。めっちゃ美味しい。なんかこれはね、キャラメルの味するんだけど、そんなに主張が強くないから、誰でも食べやすいようなメロンパン。
今さ、ボロボロしすぎてトレーの上汚かったからちょっとおもろくて笑っちゃったんだけど、鼻息で全部飛んだ。鼻息荒いのかな、うち。じゃあ最後、ショコラメロンパン。チョコじゃなくてショコラっていうのがいいね。いただきます。うん、これが一番味の主張が強い。もう口の中に入れた瞬間わかるショコラ感、やばい。これ、うん、本当にパンってよりショコラ食べてる気分。うん、うん、どうよ、どうよってね。ということでラスクを作ってきます。ちょっと待ってね。はい、ということでラスク完成しました。美味しそう。でもさ、焼いてる間しょっぱいの食べたくなっちゃって、鍋焼きうどん作って食べたらお腹いっぱいになっちゃって、ちょっと時間経っちゃいました、ごめんなさい。じゃあ早速、これがノーマルのメロンパンですね。いただきます。プレーンです。天才かもしれない。おいしい。なんかね、普通に食べるメロンパンとはまた違う。砂糖とか特別に味付けしたわけじゃないから味ちょっと薄めな気はするけど、美味しい。これめっちゃ ASMR じゃない？薄く切った方がカリカリになるかなと思って、正解。あと焼き終わってちょっと時間経ってからの方がカリカリになる。で、次ショコラですね。焼きショコラだ。おいしい。5ミリから1センチぐらいに切るのがいいかも。オイルとか塗った方がいいかなとも思ったんだけど、何も塗らないで焼いたんだけど美味しい。ただ薄く切ってオーブンで150度で15分焼いただけ。うん、これ一気に5。いちごも美味しいんだこれまた。さっきメロンパン食べた後にしょっぱいの食べたくなってさ、鍋焼きうどん作って食べたんだけど、このラスク食べたらまだしょっぱいの食べたくなるな。無限ループ。これがキャラメルかな？キャラメルメロンパン。これ一番美味しいかも。焼いたらますますキャラメルの風味が強くなった気がする。気がするだけかもしれない。ちょっとキャラメル熱くなったかも。
みんなもしかしてさ、ここ大変なことになってるだろうって心配してる？大丈夫、ジーシュ引いてる。絶対今何人か、おいおいビビらせんねって思ったでしょ。これマジで永遠に食べれる。じゃあ最後シナモンいただきます。シナモンだからさ、めっちゃ大人の味。なんか百貨店とかに置いてあるお菓子のクッキーの味。揚げ物とかはさ、揚げたての方がサクサクなイメージあるけど、ラスクはマジで焼きたてってよりちょっと時間経ってたの、経ってからの方がサクサクになる。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで東京メロンパンのメロンパンを全種類食べていきました。まあもちろんね、そのまま食べるのが一番美味しいんですけども、ラスクにして食べるのもとても美味しかったので、やってみてください。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。そんなことも分からない。